三崎洋介シリーズは中山七里の推理小説のシリーズ。宝島社より2010年1月から刊行されている。ピアニストの三崎洋介が周りで起きる音楽関連の事件を解決する推理小説のシリーズ。三崎洋介があくまで関わった事件なので、主人公は各作品ごとに別の人物となっており、三崎は事件解決や、 アドバイスなどを行う探偵役で狂言回しの立場である。三崎洋介というキャラクターは著者の中山が横溝正史の金田一光介というキャラクターが好きだったため自分が書くシリーズの主人公はピアノを弾くイケメンの金田一にしようという思いつきから生み出され名前は中山が大学時代に初めて書いた謝罪というタイトルの安田行動落上の話に 登場した、主人公の名前を気に入っていたために再度使用した。中山の作品では何かが欠けている、登場人物がほとんどであるが、その中で、三崎洋介だけは完璧に近い人物として作り上げられている。ミステリ小説としてだけではなく、音楽描写がピアニストや音楽関係者から高い評価を受けており、2017年5月現在、売り上げは、 シリーズ累計120万部を突破している。シリーズ第一作のさよならドビュッシーは2013年1月26日にリッシュタケ監督、橋本愛主演で映画化、また2016年3月18日に日本テレビ系金曜ロードショーにてさよならドビュッシーピアニスト探偵、三崎洋介のタイトルで単発テレビドラマ化されている。 スピンオフいずれもシリーズのスピンオフではなく、さよならドビュッシーのスピンオフとされている。シリーズ内で複数回登場する人物を記載。さよならドビュッシーが2013年1月26日に公開。原作はシリーズ第一作の同名小説。監督はリッシュゲタケ。主演は橋本愛。さよならドビュッシーピアニスト探偵、三崎洋介のタイトルで、 2016年3月18日に日本テレビ系金曜ロードショー特別ドラマ企画で放送。原作はシリーズ第一作さよならドビュッシー。主演は東出正大。ありがとうございます。